トヨタ A 型乗用車。トヨタ A 型乗用車。後トヨタ A 型乗用車は、トヨタ金一郎を中心とする愛知県刈谷市のトヨタ自動食器製作所自動車部。後のトヨタ自動車の前身が、1935年の試作車 A1 型を改良して、1936年に完成させた初の量産乗用車。 トヨタ初の量産乗用車として1936年4月より市販を開始、同年9月には東京府商工省令館で開催された国産トヨタ大衆車完成記念展覧会に出展され、太平洋戦争中の1943年までに1404台が製造された。同時期のアメリカ車の中型車に匹敵する排気量 3400cc5 人乗りのセダンであり、 流線型ボディとシャーシの設計において、クライスラーのデソートエアフロー、1933年の強い影響を受けていた。1936年9月発表時の社名、社名はトヨタでなくトヨタである。しかし、翌10月早々にはトヨタを正式社名とすることを発表。翌1937年1月に新会社、トヨタ自動車工業株式会社とて、 愛知県刈谷市のトヨタ自動食器より分離独立する。そのため、社名に冠されたトヨタの使用は約三ヶ月というほんのわずかの期間であり、生産終了までの七年間は、トヨタ A a 型乗用車、トヨ A a 型として販売されている。九百三十年代の日本は、世界五大国の一角を占める列強といえど、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア及びドイツに比べて、 経済力や技術力といった国力で劣り、自動車産業にも立ち遅れ自家用車の普及や、舗装道路の整備状況は芳しくなく、乗用車の最大のユーザー層は、タクシーやハイヤー業者であった。そして、この時代のハイヤーやタクシーは、比較的廉価でかつ実用上の耐久性が高い、排気量 3000cc から 4000cc クラスのアメリカ製大衆車が広く用いられていた。 その中でも多数を占めるのは、フォードとシボレー、ゼネラルモーターズの2大ブランドで、両社は1920年代中後半に日本に進出し国内でノックダウン生産を行い、日本フォード、横浜ほど、日本 GM、大阪シボレー、日本市場に深く浸透していた。当時、最大の需要があった、このカテゴリーに参入することがトヨタ及び AA 型の、 目的であった。これは同時に4から5トン積みトラック1935年から製造を開始した G1 型トラックと1936年登場の改め型 GA 型トラックとエンジンその他を共用し乗用車トラック双方の製造コスト低減を図る検知からの施策でもあった。当時の大衆層に対しては効果であったにもかかわらず、 フォードやシボレート、同クラスという意味で、大衆車を名乗っている。なお、アメリカ車のコピーのエンジンを搭載していたこともあり、すでに日本でメートル法が施行された後にもかかわらず、インチ規格で設計されている。全車軸上に置かれた直列六気筒エンジンで、トルクチューブプロペラシャフトを介して、後輪を駆動する。全体的に、当時としては、堅実な構成。 最大の特徴は、クライスラー社が当時アフロを他に採用したばかりの、アンダーステア型重量配分を応用したことである。エンジンを全車軸上に配置、前後の重量配分を50、50ないしやや全車軸よりとし、ボンネットを短縮して、車室面積を広げながら、操縦安定性をも高める手法で、その後世界各国のメーカーがこぞって採用したが、日本では、 この A 型が最初であった。当時、1934年型シボレーが、デュボネ式前輪独立喧嘩を採用して、ニーアクションのので、大々的に売り出したが、耐久性欠如が露呈し、固定軸に戻された事件があった。この一件から、悪路の多い日本では、独立式への不信感が強くなっていた。A 型は、前後軸とも縦置きリーフスプリングで釣った、 固定車軸を用いている。当時のクライスラーも前輪固定軸であるが乗り心地は良いと評されており、これに習ったともされる。また、クライスラーは1925年に量産車としては初の油圧ブレーキ、ロッキード車製を導入し、1928年には自社の大衆車プリムスにもこれを採用して、作動の確実性、強力さから高い評価を得ていた。 A 型もこれに習って、油圧ブレーキ装備としたもので、日本で普及していたフォードやシボレーが1930年代中期に、至っても旧式な機械式ブレーキを置いていたのに比し、著しく、先進的であった。搭載された A 型エンジンは、直列6気筒3ベアリングの、オーバーヘッドバルブ型である。1933年11月に、 トヨタ自動食器に招聘されて入社した技術者、菅高ト氏が設計を担当。全体に GM 社の1933年型シボレー用、自家6をほぼコピーし、シリンダーヘッド周りに1934年型シボレーやディーゼルエンジンの技術、スワール発生ポートも加味して、缶が改良を加えた菅式ヘッドを装備する。基本がアメリカ製エンジンのコピーのため、寸法は、 インチ企画であった。A1 型乗用車の開発過程では、完全オリジナルのエンジンを開発せず、アメリカ車エンジンの設計をほぼコピーすることになり、選択対象は、自然、市場占有率の高いフォードの V8、1932年発表通称、r d v 8か、シボレーの通称、ストーブボルト6時記録、1928年発表のいずれかとなった。 どちらも、本国では、幾度もの改良を受けながら、1950年代、中期まで長く生産された傑作エンジンである。当時アメリカの大衆車市場では、シボレーに代表される複数メーカーの直列6、気筒車と、フォードの V 型8気筒車が刃を競っていた。フォードは、アメリカ本国で、製造終了した、旧式な B 型直列4気筒エンジン。 3.3LSV も日本市場向けには廉価版として1935年まで生産していたが、豊田自動食器では自社エンジン生産に際し将来性のある焚きつ型を選択した。性能を比較すると絶対的な出力では高回転型のフォード V8 についたタの長があったものの V8 は部品点数が多く製造に 特殊な自動工作機械が必要という問題もあって、シンプルで製造しやすい磁気録を選んだものと言われる。また、フォードやクライスラーなどが旧式なサイドバルブだったのに対し、シボレーは先進的なオーバーヘッドバルブであった。食器製造の経験から、トヨタ自動食器は、鋳造技術のノウハウを、ある程度持っており、缶も中京デトロイト化構想の講師となった、厚田号で、 エンジンの設計と製造の経験があった。しかし、自動車用エンジン鋳造の実現には、著しい苦心を重ねたという。試作完成当初は、出力が 50HP に達せず、これもまた苦労の末に 65HP に到達した。以後量産化に移ってからも絶えず改良が加えられたものの、トヨタ A 型とその後継形式の B 型、1941年から、 生産。クランクシャフトジャーナルを4ベアリング化したの、両六気筒エンジンにおける、区の改良部位は、戦前に、日本に輸入された1939年型までの、シボレーの設計改良を適に後いで、取捨選択し、コピーする形で取り入れたものであった。三段式変速機の2.3速に、変速を容易にする、シンクロメッシュ機構を採用した。 アメリカで発明されたばかりの新技術で、日本車としては最初の採用である。当時はエンジンの回転数が低い、アイドリング状態で 300rpm 程度ため、シンクロメッシュギアとの組み合わせで変速は相当に多いとなった。全構成の4ドア流線型。鉱石ドア後にも窓を設けた6ライト型、ファストバックセダン。これもまたクライスラーの流れを組んだものである。 A 型開発に際して、豊田貴一郎は、アメリカ社のような頻繁な変更を必要としない、デザインを求めた。このため、当時の最先端である流線型デザインが導入されることになる。1930年代と、ドイツで研究の進んでいた流線型自動車の発想が、アメリカにも移入され、クライスラーは1933年に、いち早く、クライスラーとデソートに、 大胆な流線型を取り入れた市販モデルを登場せた。これはエアフローと呼ばれ、シャーシの重量配分や、構成に言う、スケルトン構造の採用など斬新な設計であったが、当時の人々にとっては、その極端な流線型デザインは異様を極まりなく、商業的には大失敗に終わった。アメリカで流線型自動車が本格的に普及するのは、 より大衆に理解しやすいデザインを持つリンカー・アン・ゼファー、1935年、フォード社製の登場以降である。試作車、A1 型では、エアフローの曲面デザインをやや恩恵にした形状をとった。例えば、ヘッドライトは、エアフローは、現代の車のようにグリルにビルトインされた構造であったが、A1 型では、当時一般的な外付け式ヘッドライトに、手直しされている。 しかしこれもまだ不評で、AA 型ではさらに直線基調を取り入れ役を抑えている。それでも1936年時点の日本では十分に斬新であり、結局このデザインは戦時中の改良型である AC 型にも受け継がれた。1920年代までのアメリカ社の車体は、木骨鋼半張り構造、または木製の骨組みに布を貼って防水塗装した。 ウェーマン式ボディが主流を占めていた。しかしこれらは、事故時の耐久性や、長期使用時の劣化等に問題があった。全鋼鉄製ボディは、耐久性に優れるが、生産性やコストの面から採用に踏み切るメーカーは、なかった。クライスラー社は、車体メーカーのバッド社の協力を得て、これを克服、全鋼鉄製ボディの一早い採用で、安全性をアピールした。A 型にも、 全構成ボギが取り入れられたが、これも日本で最も早い時期の採用である。ただし、アメリカのように高精度の大型プレス機を用いて大量生産を図るほどの規模ではなかったため、プレス部材の採用はごく一部に限られ、多くの部品は工員の手叩きで成形された。これは当時は熟練工の賃金が安かったことも一因である。ドアは、いわゆる、 観音開きで、前ドアは前ヒンジ、後ドアは後ヒンジだが、前後ドアは完全な対象デザインである。つまり、右前ドアと左後ドア、左前ドアと右後ドアが同じプレス型から作られおり、プレス型の種類を節約していた。車室内はかなり広かったが、タクシーやハイヤー、または、ショファードリブンでの使用を前提としており、後部座席の居住性を優先したため、 運転席は前方より固定でやや窮屈であったという。AB 型は1936年、A 型と同時に登場した4ドアフェートン、いわゆるオープンモデル。基本的な性能は A 型に準ずるが、折りたたみ式のホールと加藤式、ウィンドシールドを持ち、ボンネット部分の細かなデザインも、A 型とは異なる。価格は A 型より200円高い3885円。 1937年だったが、同年に日中戦争が勃発したこともあり、民間にはほとんど販売されず、多くはカーキ色に塗装され、帝国陸軍に納入されている、この陸軍詩をビアル型と称し、R は陸軍を意味する。なお、帝国陸軍全面協力で制作され、陸軍航空部隊の活躍を描いた1940年公開の映画、燃ゆる大空に、 各トラック、指導者、給油車、サイドカー、側車と共に VR 型が出演しており、劇中では、商工の送迎等に用いられている。1945年までに353台が製造されたと言われる。AC 型は、太平洋戦争中の1943年、A 型の改良型として開発された。戦時型モデルらしく、同時期に生産された、 ドイツ車やアメリカ車と同様に、クロームメッキの廃止や、ウィンドシールドの二分割化など資材、工作の削減が図られ、地味な外観となった。一方エンジンは、排気量をそのままに、出力を 75HP、3000RPM、最大トルクも 21.6kgM、1600RPM に増強。 またトルクチューブドライブを廃して、簡略なオープンプロペラシャフトのオチキスドライブとなった。戦時中のため民間への販売は行われておらず、1944年までに製造された65台は AB 型、b r 型同様ほとんどが帝国陸軍に納入されたと言われる。なお戦後の1947年、外国貿易代表団の専用車として、 ストックされていたパーツを用いて50台が製造された。これは戦後最初に作られた日本製乗用車である。したがって AC 型の合計製造台数は115台となる。A a 型は1936年当時では相当な意欲策であったが、当時のトヨタの技術水準はまだ十分なものではなく、品質や価格競争力においては当時の日本製やアメリカ車、 ノックダウン生産やヨーロッパ車を呼ばなかったと言われる。シボレーのコピーのエンジンを、シボレーとフォードの接中的シャーシに搭載、クライスラー風のボディを与えたというその成り立ちは、アメリカ製量産車の掲載を模倣せねばならなかった、技術的限界を如実に表した産物とも言えた。当時アメリカ車やヨーロッパ車が大きなシェアを占めていた、日本や満州国市場においては、販路も限れ、 トヨタ関係企業や観光庁、帝国陸軍などが主たるユーザーであった。輸出については、トヨタにとって初めての乗用車ということもあり、まだ本格的な海外における販路も確立されておらず、満州国など日本の友好国や占領地などの勢力圏で少数が使用されたにとどまる。もともと製造台数が少なかったこともあり、戦争による被災や、 戦中戦後の国史の結果、AAABAC 型の各社は1950年代までに、ほぼ全て喪失されたものとみられている。豊田喜一郎をはじめとする1950年代前半の、豊田関係者を撮影した写真に、AA 型もしくは AC 型と思われる、大型乗用車が背景として映り込んでいたり、昭和30年代前期の名古屋駅前で撮影された、 写真に駐車中の AC 型が記録されていた事例から、昭和30年代までは、トヨタ自動車所有である程度の残存者があったものと思われるが、以後の消息はつまびらかでない。AB 型、BR 型については、トヨタ博物館と日本自動車博物館所蔵の2台の現存が確認されている。2000年代になり、太平洋戦争末期に、 満州国に侵攻してきたソビエト連邦軍により、摂取され、大戦終結後に、ウラジオストックから、シベリアの農夫の手に渡った AA 型と思われる、自動車が現存し、オランダのが入手していることが分かった。左ハンドルカやワイパー、ラジエターグリル、トランク等、改造箇所は多く見られるが、リブやフェンダー、ドア、窓ガラスの特徴は AA 型と一致しており、後にこの自動車は、 トヨタ博物館の調査により AA 型であることが確認された。1980年代に至り、トヨタ自動車は自社のルーツである A 型の行方を探したものの、日本国内においてついに残存者を発見することはできなかった。そこでトヨタでは A 型を自社で一から復元製作することを決定した。系列の特殊車両製作会社であるトヨタテクノクラフトが 実際の作業に当たったが、残存資料が限られており、当時過労じて生存していた A 型開発当時の関係者からも証言を得て、内張り生地の色合いに至るまで、開発時の使用に極力忠実な復元が進められた。戦後世代には、馴染みのないインチ規格の設計で、その換算だけでも困難であったという。また一部に排気管などの図面通りの寸法では、 組み立てることができない、あるいは図面に書かれていない部品もあり、開発、生産当事者に聞き取りを行ったところ、そこは現物合わせで調節して組み付けていたという、表紙抜けするような真相が分かった部位もあった。この復元 A 型は1986年に完成した。監修に当たった自動車評論家、いがらしは、復元車を運転して、昔のトヨタはボレー。 GM 製大衆車のようだったが、これは、ダッチ、クライスラー製中級車だと評し、復元車の性能水準が、オリジナルより上がっていることを示唆したという。あくまで原型に忠実に製造したつもりだったが、技術の進歩の結果、戦前より、材質の水準や、加工精度が上がってしまったのが、予期せざる性能向上の原因だったらしい。 以後この経験のもと G1 型トラックをはじめとする主な戦前型トヨタ車各社についても復元車が製造されトヨタ産業技術記念館に収蔵されているがトヨタ博物館所蔵の AB 型は1974年に法政大学自動車部よりトヨタ自動車に寄贈された車両をレストアしたものであり復元車ではないこの経験からトヨタは 自社の歴史にクラシックカーのモチーフを得、その後1996年にはハイラックスをベースに A 型をモチーフにしたトヨタクラシックが限定発売されることになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。